ったの。それより早いの嫌だな。嫌だ。足バタバタしながら平泳ぎのモノマネでさばきながらでも。あ、こんばんは。こんにちは。こんにちは。元気ですか？元気です。おお、かわいい。タオルです。か、タオル？タオル？タオル。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 お、かわいいタオル。かわいそう。じゃあ行きましょう。ま、マスクなしでいいですか？あ、マスクなし。はい。じゃあここにどこ？ここは町田です。町田。町田です。町田、自分の出身ですか？まあ、この辺です。あ、この辺ですか？この辺に住んでる人は町田じゃなくても町田出身って言います。あ、町田出身。面白い。都会ですね。じゃあもうどのぐらいそこにここに住んでいますか？もう8歳とか。8歳から。おお、もう長い。じゃあ今おすすめ場所はよくしてるね。多分。ちょっと歩きながら。はい。どこに行けばいいですか？あ、あっちだと思います。おお、面白い、うん。前は1回だけここにいたことがありますけど。あ、そうなんだ。でも広だった多分。夜もっと面白いみたいです。でもどんどんお店も変わってて。そう、うん。町田川越ですか？東京じゃないですか？ここはね、東京。あ、神奈川。東京なのに神奈川って呼ばれ、神奈川県民からしたら神奈川って呼ばれてる。ああ、神奈川。でもちょっと近いですね、新宿から。うん、近い。40分ぐらい。そう、意外と近いですね。ああ、なるほど。でもまあ、こうやってやっぱ都会なんで何でも揃います。何でもありますか？うん、ショッピングとかもできるし。広いでしょ？ね、広いですよね。何が、知り合い店とか、知り合いと、どこが街とか、面白い場所とか、何がどこにありますか？町田はでも、だいたいみんな、この辺の子はお買い物に来たりとか。ああ、買い物？そう、何でも。ルミネがあって、モディがあって、いろいろあるので、あとは、まあ、居酒屋さんもいっぱいあります。あ、居酒屋。なんか焼き鳥屋さんが多いイメージ。あ、多いですか？はい。あと、ラーメンも。あ、ラーメンも。いっぱいあります。あ、青だか？あ、じゃあ、持ってありましょう。あそこは昔ね、109だったな。109。潰れちゃった。ああ、今何？今なんかよくわかんない障害学習センターにある。ああ、おお、広いですか？広い、町が広い。町田、手が JR。 ああ、 JR 駅、町田駅。じゃあ、なんだっけ、この周り遊びに行ったら何が、有名ですか？何が人気がありますか？ここツインズもお買い物がいっぱいショッピングし、あとは、まあ、天一もあります。何がありますか？天下一品、ラーメン。あー、ラーメン。あ、これこれ。あとこのジョルナっていう。あ、このビルは、はいはい、もう中学生から高校生とかの若い女の子がいっぱい集まるところ。ああ、若い人。お洋服がいっぱい売ってる。あ、お洋服です。最近また変わったのかな。うん、だってくら寿司なんかなかった、私が子供の頃。あ、じゃあ最近ですね。ダイソーもなかった。ダイソーもなかった。金融ってきたんだ。なんか全然変わり果てました。面白い。全然違う。じゃあ、ま、なんか今時になったかも。全然バーガーキングも入ってる。ああ、バーガーキングもある。浅草にある。浅草バーガーキング。あ、なんかちょっと建て替えたの。ああ、でもなんかパワーアップしてます。パワーアップ。
面白い町田。町田。町田、ちなみにどういう意味、ま、町田。町田。町のと意味は日本語で。ま、意味がない。町でしょ。町田。町田。なんだろうね。例えば英語で、で、that's the city, that's the town。なんだろう。town とか。町田。ね。あ、ドンキそう、何でもあるんですよ。ああ、そう、広い、本当に、ね、町だ。あとはあれこれ何ですか。前なんかラーメン屋だった気がする。今居酒屋、また変わってますね。あ、変化がいっぱい。じゃあ、こんなちゃんよくここによく遊びますか、東京。もう買い物に。買い物とか。ああ、このドンキやっても広い。広い。ちなみにこの周り何が、例えば神社とかお寺とか何がありますか。神社お寺は見たことがないです。ないですね。もうなんかこういう。そんなに あっちはホテル街ですね。ああ、ホテル街。ああ、インターネットのエリア、アドルトエリア。うん、あっちですね。ああ。多分こっちの方ってどっかにその仲見世があるはずなんだけど。あ、仲見世。そう。仲見世もありますか。町田にも仲見世が。面白いこの町だ。なんだっけ、家賃はどうですか、ここに。まあ、東京都内に比べたら安いんですか。あ、もっと安い。そうなんだろう、まあ、ちょっともう何駅か離れた方が安い、はい、で韓国料理が増えた。あ、韓国料理、このぐらい韓国料理。面白い。ハンサン。どんどん進化してるんだな。うん。あれで。町田から東京と横浜比べたらどっちが違いですか。町田から、うん、あ、横浜までと、うん、あ、でも横浜、いや、でもほぼ同じぐらい。同じぐらい。ああ、じゃあちょっと真ん中。ハードの30分かかる。ああ。そうね。うん。こういう商業施設がいっぱいミーナーですね。そう。いっぱいあります。そんなに古い町じゃないですの。うん、新しいみたいですこの町は。そうなんですか。全部なんだっけ、広いですから。あ、確かにね。建物もと広い、多分わからないです。どこに似てるんだろう、町だってね。町だ。おい、この周り綺麗。どこだろう。あ、あれだ。こっち？こっちだ。わあ、面白い。これなんだろう。うん、これ何？並んでる。みんな並んでる。おもちゃ。グレープ。あ、グレープ。美味しいみたいです。ね、美味しいみたい。みんな並んでるから。じゃん。これが浅草の中見せです、うん。あ、こっち？そう。なんかこう愉快な雰囲気がこういう感じ。おお、面白い。すごい。ね、い本当は、うん、このなんだっけ、千人まんじゅう屋？千人まんじゅう屋。これが大人気の小籠包。小籠包。ああ。揚げ揚げ。すごい人気なんですけど、ちょっと今日は定休日でお休み。あ、今日休み。うわ、めちゃめちゃ美味しい。美味しい、絶対食べた方がいい。あ、こしこし。あ、なるほど。残念、今日は休み。そうなんですよ。じゃあ、入りますか今。ここはたい焼きだ。美味しそうだ。
もう面白いこのラーメンもあります。これもあバーガーハンバーガージャミジャミバーガー、あジャミジャミバーガーチーズバーガーが有名です。あーなるほど、美味しそう。これもハンバーガー、あーハンバーガーもいいです。ここはタイ料理です、ね、あタイ料理や、これは何だろう、タイかわいい、ピザもある、うん、これも、これなんですか、これなんだ、前あったっけ、字書いてないよ、内緒、内緒、夜は内緒、昼はいらない、夜は、うん、居酒屋、ああ居酒屋、なんだろう、ね、ああバーみたいです、そう、バーみたいです。あ、そこが沖縄料理、美味しい、あー、沖縄料理、沖縄料理大好きですか、沖縄料理大好き、あやっぱ混んでますね、すごい、こことここが同じ、あ、同じです、面白い、店が全部ちっちゃい。確かに。そう、でも本当に面白い。やっぱ混んでますね。そう。こんな感じ。で、ありがとうございましたって。ありがとうございました。あ、今日は やってないです。この場合。多分、ね、週末は混んでいるみたいです。うん、混んでるみたいね。こういう感じですね、町田は。いろんな商業施設があって、あとはチェーン店もいっぱいね、あるし。チェーン店？チェーン店、天下一品、日高屋とか、田中とか、串カツ田中とか、はいはいはい、牛角もあるし。牛角もあるし。そう、広い、本当に。重たいより広い。こんな感じですね。うん、じゃあ、ちょっと、なんだっけ、沖縄、沖縄、やった、あ沖縄おすすめ場所、沖縄おすすめ場所、じゃあ行きましょう、行きましょう、うん、うん、もうどのぐらい友達になったの、トールは、まあ、その魔法学校の時に先輩がくださった、じゃあもう7年、7年とかになる、おーすごい、そばかすがあったのに、うん、そばかす、そばかすは洗濯何回もしたらなくなっちゃった、あーなるほど便利だね、なくなってね、うわかわいい、トールはお父さんの名前です、うん、お父さんの名前、そう、コナのお父さん、トール、あーなるほど、はい、はい、じゃあ沖縄レストランに行く、レッツゴー、オッケー、どこから、あっちですね、あっち、あ同じ場所、あれそうだよ、あそこに行くの、あーオッケーオッケー、マイリンもね沖縄料理が好き、ああなるほど、うん、沖縄料理、実は沖縄食べたことある、そう、うん、場所、メシオー、沖縄料理だぞ、沖縄料理に行くぞ、オッケー、レッツゴー、かわいいこれかわいい、おお面白いこれ、ああこれもシーサー、何シーサー、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 沖縄の沖縄の守り神、沖縄のうちには必ずシーサーがいる、あーなるほど、かわいい、
どこから入るんだろう。結構村あるんですよ。いろいろ仕組み。渡辺様、井上様、はい、台側のお席ご案内します。はい、はい、ありがとうございます。面白いですね、これ。面白い、そう、すごい面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。俺ここ最近2回連続ブリーチとか2日連続すごく面白い。かわいいね。いや、でもやっぱシュウマイ、あ、ナンパしたっす。ナンパした。何がおすすめですか、クロちゃん。はい、まず飲み物は、あ、飲み物は沖縄といえばこのオリオンビールです。オリオンビールはすごい静かです。え、沖縄の、おすすめ。そう、沖縄はこのオリオンビール。ああ、初めて飲みたいです、それは。絶対に飲もう。あとはまあ、ね、シークワーサーとかパッションフルーツが沖縄っぽい。あとグアバサワー、グアバサワー。あとここもだね、南国茶割りだから、チャンピン茶とかも沖縄。ああ、じゃあいろいろな調味しよう。そう、飲み物もすごい、うん、この泡盛ハイボール、泡盛が沖縄のお酒。泡盛あ、泡盛じゃなくて泡盛。そう、泡盛。ノーブルフォレスト。あ、ノーブルフォレスト。ノーブル泡盛。ああ、なるほど。美味しそう。オッケー、じゃあ注文しよう。はい、じゃあ何頼んだらいいですか、はい、今、オリオン生ビール、はい、ちょっと一つ、はい、はい、あとはあ、おすすめ何がここ頼んだらいいですか、一番特別な。オリオンか、うん、なんだっけ、パッションフルーツも美味しい。オッケー、じゃあパッションフルーツサワー。パッションフルーツサワー、うん、あ、いい音楽も。あ、音楽がね、いい。出身は沖縄ですか。違います。じゃあ、あとは何、あと、別のものがいいかな。まあ、シークワーサーサワーか、グアバサワーか。あ、オッケー。まあ、ビール飲めるだったらオリオンが。じゃあ頼みましょう、それを全部頼みましょう、いろいろ。あ、いいね、どれがいいかな。じゃあシークワーサーサワー。はい、酒とは合わない。コーヒー、ん、あ、食べ物、食べ物は何ですか。やっぱなんか本当は沖縄の人食べないらしいけど、海ぶどう。海ぶどうがお通しで出ます。あ、通しで出るんだ。じゃあいらない。ゴーヤチャンプルってやつ、めちゃ高い。泡盛のこの初めてのなんですけど、泡盛は青い魚ね。結構やっぱ青い魚、ね、青い魚。これ何ですか。ヒラブちゃんってお魚です。どういうやつ。あ、初めて。白魚ですかね。焼いてある。焼いてないです、お刺身です。あ、お刺身。これも食べる。ヒラブちゃんのお刺身。進撃の強烈だよ。大変サラダ、大変サラダ、はい。人間食ってるじゃんか。これは何ですか。あ、俺だったら絶対けど使ってんか。ここはジーマミ豆腐が揚げ出しになってるんだ。おいおいおい、そのジーマミ豆腐もございます。普通のジーマミ豆腐で、はい。これは知らんから笑う。まあ、後から追加してもいいし。あ、これのいい。あ、美味しいよ。じゃあこれも美味しい。とりあえず、かしこまりました。後で沖縄そば食べたい。オッケー。じゃあ、開花。私の海ぶどうと、ちまみ豆腐と、海鮮サラダと、おいしそう。ひらぶちゃんのお刺身になります。ありがとうございます。これかけるんだ。あ、とてもおいしそう。そう、全部おいしそう。おいしそう。すごい、落としたっぷり。海ぶどうです。食べたことがないですね。
初めて来る。みんな大好き。でも沖縄の人は食べないらしい、なぜか。なるほど、美味しそう。ジーマンミード。配信さん。はい、乾杯しよう。乾杯。ありがとうございます。ライブやの？そうそう。もう全部。うん、美味しい。行けません？一緒に行くんだったら、ちょっと一緒に部屋取ってもらっていいですか？どうですか？美味しい。美味しい。オリオン最高。だから僕と一緒に撮ってもらって、俺はあの廊下でどうやって話しますか、これ。話し方がどう？今ちょっと話してみますか。こんにちは。こんにちは。ほぼこなちゃんと同じ喋り方のコールです。かわいい。ちょっと前にいじめられる。本当？いやー。おー。かわいそう。かわいい。ブルマは強い。ああ、仲良し。仲良し。よかった。やったね。じゃあ食べましょう。食べよう。いただきます。はい、どうぞ。大の好き。これ美味しそう。めっちゃ美味しい。じゃあこれは。いや、俺もう。いや、じゃあ海ぶどう食べる。いや、女じゃないですか。箸が持ち方が汚いから。男は実は若いのが好きや。うん、バチバチプチプチ、おいしい、おいしい、よかった、僕も食べたいです。プチプチ本当に面白い。みんなでプチ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 いっぱいありますよ。コナちゃん、今日は本当にありがとうございました。楽しかった。街では本当に面白いですね。本当に楽しかった。ユーロも綺麗ですね。そう、じゃあまた本当に機会があったらよろしくお願いします。ちなみに SNS 何がやりますか？ SNS、 インスタグラムが。あ、インスタグラム、じゃあ見せてもらえますか？どう、あ、これで。あ、はい、はい、撮りました。ありがとうございます。本当に楽しかったです。楽しかった。またよろしくお願いします。ニンニン、ニンニン。はい、かわいい。ありがとう。またね。バイバイ。バイバイ。またよろしくお願いします。バイ。じゃあ食えよ。まあエンジニアってやつ。